モジュラー新鮮インストラクターの Z ハイパーです。今日はこのリバーブアフターニースユーロラックモジュールのデモをしたいと思います。先日公開された EQD のアフターニース動画は皆さんご覧になりましたか？その動画を記念して発売されたこのカスタムカラーのアフターニースを使っていきます。それでは実際に音を出して説明していきましょう。今はアフターニースの入力にこのゆっくりなフレーズが入っていて、そのアウトプットを一度ここでこの隣のモジュールで分岐して、同じ信号を LR ステレオでアウトプットしています。いつもこのモジュールを自分が使う場合はセンドリターンで使うことが多いので、今日はドライキルスイッチを押してアフターニースのアウトプットをこのミキサーのここのチャンネル、そして入力している原音をその横のチャンネルに入れて音を鳴らしています。で、今のパラメーターの設定ですが、レングスとリフレクトは絞り切った状態、そしてドラッグは右に回し切って一番速い状態にしています。アフターニースはディレイをたくさん重ねて作るリバーブエフェクトなので、この状態でドラッグつまみを左に回していくと、浮遊感のある音が出せたり、真ん中からちょっと左とかに設定してあげると発音の後に少しいくつものディレイが鳴るようなディレイに近いリバーブ効果が作り出せます。そしてこのディフューズつまみが今一番絞り切っている状態ですが、これは絞り切っているとその重なったディレイが明瞭に聞こえる設定となり、ここから右に回していくとそのディレイの音がだんだんぼやけていって、よりリバーブに近い残響感が強い音が作ることができます。このレングスつまみを右に回していくとアフターニースの残響の音が長くなっていき、だんだん上げていくと入力音がないところでもアフターニースの残響が持続して、より空間リバーブ感を出すことができます。さらに最大まで上げることによってアフターニースが自己発信し、パッドのような綺麗な音を作ることが可能です。さらにこの状態でリフレクトつまみを上げていくと、アフターニースのディレイのアウトがフィードバックされ、だんだんアフターニース自身の発信音がクリップしていき、少し荒っぽい残響音が作れたりと、残響音の音色の質感を変えることが可能です。そしてこの断片つまみはフィードバックの音色のトーンになっていて、センターであればフラットな音質、左に回していくとブライトな広域が強調される音質となり、逆にセンターから右に回すと低域が強調されて、より深みのあるリバーブが作ることができます。そしてこのモードつまみ、これはアフターニースのユーロラックモジュール版から追加された機能になりますが、今の状態であればドラッグ、その内部のディレイタイムを動かしたとき、このように無段階にディレイタイムがスイープしていき、この発信音に音程感がつけることができます。そしてこのモードつまみを回すことによって、ここの LED の色が変わっていき、この一つ目のモード、このモードは先ほどと同じようにドラッグパラメーターを回したとき、無段階でスムーズに
ディレイのピッチが変わっていきますが、さっきのモードよりも多少なだらかに変化するので、早く操作してもこのように少し遅れて自然なピッチの変化を作ることができます。そして次のモード、このモードはこのアフターニースユーロラックモジュールで追加された CV インプットでドラッグをコントロールした際に音程をコントロールする CV のルール、 1V パーオクターブという信号に対応するモードとなっています。実際に今この音程を鳴らしている CV を分岐してアフターニースのドラッグの CV インにつないでみると、このように入力した音程と並行してアフターニースの発信音のピッチも変化させることができます。その際、今回したこの小さいつまみがこの入力した CV の強さを設定するつまみになるので、最大まで上げればこのように反応しないぐらいまでもう常に CV のコントロールが振り切った状態になったりもできますし、モードつまみはアフターニースの中にある9つのモードを切り替えるために使うつまみです。今のモードであればこのディレイタイムをコントロールするドラッグつまみを回したときにアフターニースのディレイタイムが無段階でスムースにスイープしていき、このような音程変化をつけることができます。さらにユーロラック版のアフターニースではこのドラッグコントロールに CV インプットがついているので、例えば今入力しているこのフレーズを作っている音程の信号をドラッグパラメーターのインプットに挿すと、音程が変わるたびにアフターニースのドラッグのパラメーターも変化して、このようにリバーブ音に音階をつけることができます。この小さいつまみは入力した CV の強さを設定するつまみになっているので、ここで聞き具合を調節することもできます。このパラメーターはペダル版のアフターニースでいうところのエクスプレッションインプットと同じような効果になります。さらにこれはピッチ CV だけでなく他のモジュールから来る LFO と呼ばれるゆっくりした信号を入れると、このように2段階低いピッチと高いピッチを繰り返して変化するようになり、この入力している信号の速さを速くするとこのようにピコピコした速いピッチの変化になったり、ゆっくりにしてゆっくり切り替わるような効果に変えることが可能です。この状態でモードを一つ次のモードに変えると、今はピッチが高い低いの2つだけになりますが、さっきまで2段階の変化だったのがアフターニースのモードの設定によって滑らかに変わるようになり、ゆっくり上がったり下がったりという無段階の間の変化を作ることができます。これ以外にもアフターニースのモードにはこのドラッグを回したとき無段階だけでなく
オクターブと5度の変化をし、ピッチの変化をさせたり、オクターブだけの変化をさせたりと、モードによってアフターニースのリバーブ音にか、リバーブ音のピッチの変化に対するスケールを選択することができます。アフターニースはこのように短い音を入れていると、歯切れのいいディレイが何個も重なったような音を作ることができます。その状態でリフレクトつまみを上げていくと、ディレイの音が何度もフィードバックされ、このように隙間を埋めたエフェクトの音を作ることが可能です。さらにその状態で断片つまみをコントロールすることにより、ディレイのフィードバック音の音色を変化させることができます。アフターニースユーロラックモジュールにはディレイのフィードバックラインのセンドとリターンのジャックがあります。今やったのはフィードバックのリターンインプットにのみ他の隣のモジュールで作った音を入力して、エフェクトに入力している弦音は鳴らさずにウェット音にだけ他の音を割り込まし、このように入力しているフレーズと外部の音をミックスして鳴らしています。これによって背景として他の音を追加することができるのもアフターニースユーロラックモジュールの強みです。今やっているのはアフターニースに入力しているフレーズの音の長さを長くして、アフターニースの残響音をより強調させている状態で、また音を短くし、その時同時にドラッグを回し残響をスイープさせるという奏法をしています。アフターニースは単純なエフェクトだけでなく、音を鳴らしながらパラメータをいじり、楽器のように扱えるところが気に入っています。